農人寺は、埼玉県反農市反農にある、総当州の寺院である。三号は、竹明山。本尊は、ビルシャナ仏。辞伝によれば、文紀元年、武蔵国高来軍、火事の豪族中、山屋正が、諸国を巡歴していた、瞑想総当州通元派の小野屋分たちを招聘して、創建した。昭安であったが、家勝の没後、天正元年。 この中山家藩が、父の菩提を弔うため本格的な寺とし、中山や勝、内藩、寺島守及び、その後の中山や、黒岳の菩提寺となる。宝永2年当時、日立下立藩の大名であった、黒田直国は十三世住職大衆、広島とともに老朽化した寺を改築し、佳覧を完成させた。そして、運水50人。 7動画欄を構える禅寺として、映画を誇った。慶応4年5月23日、反応戦争の舞台となる。天野八郎と会わず、上野の将棋隊を離れた渋沢誠一郎を首領とし、将棋隊脱退者で結成した、新舞台は、大梅街道の田梨の総辞事を本営とする。ここで誠一郎は、小高順中らと大使を集める。5月15日、 将棋隊と新政府軍の間で上野戦争が起こる。その前日に箱根が先に入っていた新部隊も行動を開始し上野に向こう。しかし将棋隊敗戦の法を受け田シに戻り将棋隊の生き残りを吸収して1500名に膨れ上がった新部隊は5月18日農人時に入り陣営を構築する。5月23日 3500名の官軍は、早朝から攻撃を、開始、わずか数時間で、勝敗は決死、寺はほとんど消失。聖一郎は被弾して負傷するも順位中に抱えられて、伊カホに逃れた。参謀の渋沢平九郎は変装して、小ぶり峠を越えて敗走。黒山村で官軍に捕捉され負傷。平九郎は滑伏して自害した。22歳。 聖一郎と順中はなおも徹底抗戦の趣旨を貫き、密かに江戸に戻り江野本竹明の艦隊に交流し、最後は函館まで転戦する。本堂は昭和11年再興されたものである。本堂の裏手にある桃山末期の作といわれる庭園で、天覧山を廃止自然の木々が織りなす風景を借景として取り入れた落ち着きのある庭園となっている。四指定文化財。 面積およそ1000平方メートル。日本の名園百選。31世住職の萩野照明は、台東区谷中にある玉林寺の住職の次男として、生まれ、放置新聞社で、運動部記者を務めた後、永平寺での修行を経て1973年に、農人寺に入山、1991年に住職となった。新聞記者時代から続く信仰により、長島修行、 大皿晴、原辰則、大玉こと、岡本綾子など、スポーツ界の名士が寺を訪れており、そのためのお人事は、スポーツ時の別名でも知られた。ありがとうございます。